中村康介は東京都北区出身のプロサッカー選手。プリメーラリーガポルティモネンセ SC 所属。ポジションはゴールキーパー。日本代表。柏レイソル小学校1年生の時に地元北区の小原 SC でサッカーを始めた。当初は様々なポジションでプレーしていたが、2002年日韓共催ワールドカップでドイツ代表のオリバー・カーンの活躍を見て、ゴールキーパーに転向した。小学校5年時から柏レイソルの下部組織に加入し、2013年に同期の秋野博樹、小林雄介、木村博と共にトップチームへ昇格したが、前年の第36回日本クラブユースサッカー選手権大会直前に右腕を骨折して、以来負傷が続き、出場機会は得られなかった。アビスパ福岡2015年。J2 アビスパ福岡へ期限付き移籍。第10節ジュビロ磐田戦で移籍後初出場を果たす。しかし負傷が続いたが、第24節大宮アルディージャ戦からスターティングメンバーに定着した。同年のリーグ戦では、2010年以降、J2 で1000分以上出場したゴールキーパーの中でトップとなるシュートセーブ率 87.3% を記録。J2 リーグ月間 MVP を受賞した9月以降は、出場した全12試合のうち9試合を無失点に抑えた。最終順位は、得失点差で自動昇格圏に届かず3位に終わったが、J1 昇格プレーオフでもビッグセーブを連発し、クラブ5年ぶりの J1 復帰に大きく貢献した。柏レイソル復帰2016年、アビスパ福岡への期限付き移籍期間が満了し、J1 柏レイソルへ復帰した。前年まで正 GK を務めていた菅野貴則が京都サンガ FC へ移籍したこともあり、開幕からスターティングメンバーに定着すると、シーズンを通じて安定したパフォーマンスを続け、同年の J リーグ優秀選手賞を受賞した。2017年はリーグ戦全試合に出場し、5月には福岡在籍時以来2度目の月間 MVP を受賞。満23歳以下の選手を対象としたタグ、ホイヤー・ヤング・ガンズ・アワード、ベスト11、並びに J リーグベスト11に初選出された。2018年シーズンでは、5月20日の第15節名古屋戦で、後半アディショナルタイムに、名古屋 FW 城と交錯して頭からピッチに転落、担架で搬送され、脳震盪と頚椎捻挫と診断され入院した。ワールドカップ直前の試合だったため、本戦メンバー入りが危ぶまれたが、無事メンバー入りを果たした。しかし、ワールドカップによる中断期間明けの7月18日に開催された第16節 FC 東京戦で61分に FC 東京 MF 東京サトルのグラウンダーのクロスに対し反応した際、ゴール前に詰めていた FC 東京 FW 富樫高伸の膝が中村の頭部に激突、中村はそのまま意識を失い負傷退場、病院に緊急搬送され脳震盪と診断された。その怪我の影響で3ヶ月半の離脱となったが、11月3日の川崎戦で復帰を果たした。2019年シーズンは、福岡時代以来の J2 でのプレーとなったが41試合に出場。リーグ最少失点に抑え柏の J1 昇格に貢献した。また日本代表復帰も果たした。シーズン終了後には、韓国代表のキム・スンギュの加入が発表されたことにより、海外クラブや川崎への移籍が噂されたが、新体制発表会で中村の名前が発表された。チーム初戦となるプレシーズンマッチの千葉銀カップジェフユナイテッド市原、千葉戦で負傷し、右外側ハムストリング肉離れと診断された。その後のルヴァンカップ第1節のガンバ大阪戦や、リーグ開幕戦の北海道コンサドーレ札幌戦は出場できなかったが、コロナ禍による中断明けの7月4日、第2節からベンチ入り、7月18日第5節からスタメン復帰となった。しかし9月5日、第14節清水エスパルス戦にて負傷し、途中交代。シーズン2度目の離脱を余儀なくされ、その後の2020年の出場はなかった。ポルティモネンセ SC2021 シーズンよりプリメーラリーガのポルティモネンセ SC へ完全移籍。初の海外挑戦となった。中学時代から各世代の年代別日本代表に選出され、2011 FIFA U-17 ワールドカップでベスト8進出を果たした94ジャパンの絶対的守護神として活躍した。2012年には飛び級で U-19 日本代表の正 GK を務め、AFC U-19 選手権2012の代表メンバーに招集されたが、同年7月と10月に右腕の同じ箇所を骨折した影響で辞退した。2年越しの参加となった AFC U-19 選手権2014では全4試合に出場したが、準々決勝北朝鮮戦で PK 戦の末敗退し、2015 FIFA U-20 ワールドカップの出場権は獲得できなかった。2016年のリオデジャネイロ五輪では予選から櫛引正俊が正 GK として起用されていたが、本大会一時、リーグ初戦ナイジェリア戦で5失点を喫し敗れたことで、第2戦コロンビア戦からスターティングメンバーに名を連ねた。第3戦スウェーデン戦では完封勝利に貢献したものの、チームは1次リーグで敗退した。同年10月、日本代表史上初めて実施されたゴールキーパーのみの代表候補合宿に参加。2017年5月、キリンチャレンジカップ2017並びに 2018FIFA ワールドカップアジア最終予選のメンバーとして A 代表に初招集された。2017年12月9日、AFE-1 サッカー選手権2017の北朝鮮戦で A 代表初出場を果たした。デビュー戦ながら好セーブを連発し、チームの完封勝利に貢献した。2018年6月、ロシアワールドカップメンバーに選出された。日本代表の正 GK である川島永嗣のパフォーマンスが安定しなかったこともあり、中村をスタメンに推すメディアも多かったが、西野朗監督が経験が豊富で、ベテランの川島を信頼したこともあり、W杯本番での出場はなかった。2019年12月、AFE-1 サッカー選手権2019メンバーに選出された。ありがとうございます。